中国版プール創造園2021が始まりまして、WeTV の方で見させていただきました。リアルタイムでね、リアルタイムというか始まる時間で。で、まあ昨日見た感じで、私が思ったこととか、まあ注意点だったりとか、そういうのをお話ししたいと思います。文化系トーク YouTube グランパンパスです。創造園2021、中国版プールが始まりまして、青春ユースっていうのもあるようですが、ユースでいいんだよな。そちらの方と創造園2021がありまして、青春ユースの方は日本語字幕がどうしてもつかないらしいというのと、あとは、創造園2021の方に日本人練習生が17人出まして、私の推しである上原淳君のお兄さん、上原一華さんも出るということで、創造園2021の方をね、応援しているわけですけれども、青春ユースの方も確か一人日本人の方がいらっしゃると思うんですが、中国語が分かればそちらも見れるんですがね、ブラックピンクのリサさんとかもメンターで来ているという話もありまして、ね、そちらも面白そうなんですがね。はい、まずね、 WeTV で9時から始まるというふうにね、あったので、2月17日の夜9時から始まるというのがあったので、まあスタンバイしてたんですよ、待ってたんですね。そしたらまあ始まりませんでして、ずっと予告編だけが流れるというね、あれおかしいなと思って、アプリに不具合かなとか、私の何か設定がおかしいのかなとか思ってたんですが、そこですかさずツイッターを開いたら皆さん見れていなかったようでして、結果的に20分後ぐらいに始まりまして、どうやら不具合だったようですね。 WeTV Japan の方もツイッターで今確認中ですっていうことをツイートもしておりましたので、まあリアルタイムでっていうわけではなく、もうすでに録画をしてあるものだというところもありまして、何でしょう、編集もがっつりしてあってね、だからまあちょっと遅れましたが、ただね、ちゃんと見ることができまして、でちなみに今ね、パソコンに映ってるんですが、YouTube の方でも、この創造園2021の、エピソード1、前編なのかな、これは、ありまして、もともと日本語字幕は WeTV でしか、ないのかなと思ってたんですが、今ね、YouTube の方を見たら、日本語字幕のをクリックしたら、日本語字幕あったんですよね。これ今回だけなのか、次回からもそうなのかわかんないんですが、まあ、正直言っちゃいますと、結構ね、WeTV の日本語字幕ね、見づらかったんですよね。字幕が、まあ結構いい加減な字幕だっていうのは仕方がないんですけども、アイランドとかもそうでしたからね。ただ YouTube の方の字幕はこうね、テロップのところにこうね、こうなんていうか、枠みたいなのもあってね、字幕として見やすいようになっているっていうのもありますけれども。だからもしかしたらリアルタイムで見なかったら YouTube で見ても良いのかなって思ったりもしますかね。ただ毎回出るのかどうかまだわかりませんし、もともとね、日本語字幕で見るんだったら WeTV だっていう風に言っていたので、どうなんでしょうね、今後ね、わかりませんけど。ただまあ多くの人に見てもらうために、もともとは WeTV の方だけで字幕をつける予定だったけれども、 YouTube の方でも字幕をつけようっていうことに運営側になった可能性もありますかね。結構ね、フットワークの軽い運営のような感じがしますので、そういうのも普通にやるんじゃないかなっていうふうな気がしますね。まあ、字幕がね、ちゃんとした字幕が、例えばアイランドですと、1週間後になったら、もともとのいい加減の字幕、もういい加減に言っちゃうけど、いい加減な字幕から、ちゃんとした字幕の方に変わったりするっていうのがあったんですよね。これが、だからもしかしたら、こっちの方でも対応されれば、VTV で見るっていうところの意義もあるかなっていう気がしますね。YouTube の字幕の方はおそらく変わるとは思わないので、まあ、そういうこともあります。で、投票を実は私たち外国人もできます。だから日本人の出演者の方とかに投票もできますし、もちろん日本人じゃない練習生のね、人たち、まあ、出演者というか練習生の人たちに投票もできます。はい、私も昨日投票をしました。はい。11人できますね。今日程だそうでしたけど、11人できます。日プーの現在の、まあ、現在というか今現在は投票はストップしてますが、まあ11ピックスというところになりますね。で、そちらは YouTube ではできなくて、WeTV の方で、あるいは多分テンセントビデオ、中国版の方のやつで見れるはず。あ、WeTV は中国のテンセントビデオの国際版になりますので、私はその WeTV のアプリを入れて、これを見ることにしています。テンセントビデオあるいは WeTV はおそらく、まあ、中国版ネットフリックス的な感じで、ドラマとかバラエティとかがたくさん出てました。その中で創造園2021というのが出てましてね。あれかな、ネットフリックスというか中国版アベマ TV 的な感じって思った方がいいかもしれませんね。
で、まず今週に関しては、水曜日、昨日ですけども、2月17日の9時からと、それから土曜日にも後編がやるそうです。練習生90人のパフォーマンスというのを全部見せるために結構な長い時間が取られてますね。で、一応来週以降は土曜日に毎週やるという形のようです。ちなみに前編は2時間46分ぐらいありまして、まあまあ長いですね。だから時間がある時に見るというのが良いのかなっていう気はします。で、やっぱりいろいろなオーディションとかを随分研究もしてるんだと思います。さっきの11人選ぶっていう日プというか、プドゥの方の日プのその感じをまず踏襲してるというのと、あとこう、並び方はプドゥだからなのかな。こうなんかね、三角になってるんですがね、こう、階段状になっていて、こうみんなが並ぶような感じだったりとかね。それから、今回は、アイランドを見てる方、見てない方いらっしゃるかもしれませんが、要するに、まずはクラスを分けるというところから始まるわけですが、 A クラスから F クラス、ABC と F かな、 4つ、その中で、投票で、練習生たちの投票制で選ぶというところで、しかも誰が投票したか分かる形式になってるっていうね、ある意味アイランド以上にメンタルにきそうなやつですよね。で、メンターという中心になる先生たち、アイランドで言えばレインさんとかジコさんとかね、ファン代表みたいな感じの人たちがいて、その人たちも投票をするし、練習生も投票をすると、なかなかのもんですよ。で、そうだな、結構ね、練習生たちのねやつもなかなかのもんでね、レベルが高いなと思いました。今回はちょっと自分が見たこととかのシステムとかについての話をしていますので、練習生たちのそういうパフォーマンスに関してはまた今度別の動画でやりますね。あんま時間もないので、近々やりますけども、時間がないっていうのは次の後編までってことですね。で、前編ではね、私が推してる上原恵知華さんのパフォーマンスはまだなかったんですよ。後編の方にあるのだと思われます。で、おそらくはその後で、ABC と F に分かれて、あとは日プのように、そのクラス別のトレーニングとかを進めていくんじゃないのかなっていう気がしますね。で、そこから変動もしていくんだと思われます。で、前編見た感じだけでもですね、やっぱり日本人練習生を推すっていうところはあるんですが、なかなかどうして、中国人練習生たちもね、こう、すごく、インパクトのある人たちも多くてね、上手い人たちも多くて、平等に考えて押していくことになるかなっていう気はしますね。細かいことは考えずに、自分の押したい方を押していけばいいのかなっていう気がしますね。さて、もともと一番人気だったリンモさんっていうね、歌もダンスも上手くて、アイランドのヒスンっぽさを感じた私でございますが、そういう子もいたりとか、あとね、ラッパーでね、オスカーっていうのがね、すごいいいラップをしてたんでね、そこはもう目見開いてましたよ、私はね。他にもいろんな方がいらっしゃいますけどもね。で、2期の先生の力丸さんとね、それから相方のサンタさんもすごかったしね、ミカさん、ケイレンさん、カズマさんのね、ハーフグループもですね、すごく歌が上手くてね、日本にこんなにすごい人たちまだいたんだなって思って、ちなみに力丸さんたちもミカさんたちも、ABEX の所属なんですね。ABEX はだからこれだけの実力ある人たちがいて、あんまり前に出してこなかったんだなっていうのがあったので、日本で活躍させる土壌が作れずに中国に流れてしまうというのは、ちょっと残念な気はしますね。でも日本の芸能が今のところそういう土壌がまだできてないというところなんでしょうね。今後いろいろ変わっていくことが期待しておりますけれども、あまり人材流出をねさせていくのはあんまりよろしくないかなと個人的には思います。それは別の話でありますから、今回の中プに関してはがっつり応援をしていこうと思いますし、できるだけ情報を共有していきたいと思いますし、私自身の推しとかね、そういったところとかも語らせていただこうと思います。ではね、日プ2が始まるのがね、幸いにもというか、なんと言うべきかですけども、4月からになりましたので、しばらくは中プについてね、語ることがね、結構集中してできそうな感じがして、ある意味それで良かったのかなって気はしますね。中プと日プをうまく分けられたところもあったのでね。でも中プが面白いので、日プの方もできれば、いろいろと日プ2の方もできれば、供給などが欲しいところではありますが、そこはあまり期待を、しすぎずに、でもなんかあったらいいなぐらいな感じでいこうかなって思っております。はい、ではよろしかったらチャンネル登録お願いいたします。こちらは中国プドゥですが、普段は日本や韓国などの芸能の話とかを結構いろいろと取り扱っております。はい、
次の動画などチャンネル登録をしてお待ちください。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。